それでは今日のゲームのハイライトシーンをご覧いただきましょう。まずは摂津です。1回この立ち上がり、先頭バッターの菊池にレフト前ヒット、初めの配球の話をされましたが、はい、こういうボールで打ち取るってのはあんまりなかったんですね、追い込んで。このボールもそうですよね、2、ストライクから。随時にこのセンター前タイムリーヒットで1失点、さらに2、3塁となってエルドレッド、これも追い込んでのカットボールですよね、ちょっと珍しい感じで、これが高めにしかも行って4号ツーランホームランを打たれました。これだけ見ると開幕大丈夫っていうふうになるんですけど、あとはねしっかり抑えてましたから、3対0になります。一方カープの方は3番の久本でした。ワンアウトから今宮がレフト前ヒット、レフトルイスのエラーで今宮2塁まで進みました。その後1、2塁となって長谷川セカンドゴロ、チャンスでは無得点にホームが終わりました。ボールを少なくすることですよね、ちょっとフォアボールで、緩急をやっぱりうまくつけるっていう、セットの2回です。ツーアウト2塁からこのカーブで菊池をセンターぐらい、ランナーは背負ってるんですけど、彼らの出塁してましたね、一方の久本またフォアボールなどでランナーを出して細川にセンターへタイムリーヒットを打たれます。これ細川の走塁も良かったですよね、その細川の走塁来て2、3塁でこの本田のバッティングですね、完璧に捉えてましたからね、新しく変えたんですけども、これからどう、うまく使っていけるのか、3対3同点に追いつきましたホークス。そして吉村、江川といった争いで、江川に軍配かなという感じが結果的にはなりましたけども、やはりこの2人は最後まで、でもこの争いがでもいいですね、これが勝ち越し点になって5対3です。ツーランホームラン江川、セッツの方はその後はゼロを並べていきます、彼らしいやっぱりストレート切れ、変化球のコントロール戻ってきましたね、これは4回、ライナーなどもありましたけれども5回3失点という内容でした、開幕なんとかやってくるんじゃないですかね、そして今日は6回から上がった岩崎、ピンチは作ったんですかね、ここをうまく抑えましたね、これができるってことは後ろに回れるってことですよね、ランナー背負ってもこうやって抑えきれるっていうのはね、そして初登板の森福です。この回先頭バッター広瀬に、これはうまくライト前ヒットを打たれました、なんかこう掴めないまま3連打されたって感じですね、その後の2人は結構ボールが高めに行って、タイムリースリーベースなどを打たれました。5対4とまず菊池のタイムリーになって、そして丸、これも本当に反省はしてるでしょうからね、少しでもボールがこう高く高く入りがちだったんですが、この後の、ピンチの後はちょっとずつこう低めに彼らしい、ボールが見えましたからね、最終的な満塁にして交代になりましたが、藤岡がここはよく堂林を三振に抑えました。シンカーでした。そして8回は五十嵐亮太、彼もランナー出してもう全く別人の投球になりましたからね、ちょっと高いボールでボールゾーンかなってのはありますけど、やっぱり彼の持ち味でしょうね、この高めに抜けるっていうのはね、低めにビシッとくるっていう感じじゃないですから、そんなに気にしなくても逆にいいか、一方でカーブの5人目ミコライオもこれは圧巻でした。これはもう決まりでしょうね、一番後ろ三者凡退、本田柳田を三振に抑えます。そしてファルケンボーグも、こちらも負けないぐらいの投球でしたね、今シーズンはもういい形ですね、怪我の部分だけですよね、首脳陣がどう使うかというか、その辺の部分だけという感じでしょうか。